シグモイデオミケスカは、鳥持カビ目に所属するカビの一群である。近畿生成であり、複雑に分子した胞子の大柄にいただ機能を生じ、その表面に分生子様の胞子を多数つける。四族が知られるが、いずれもごく希少なものであり、またいずれもがなかなかに、数奇な運命を持っている。胞子形成部は多角体で、後に角壁を生じる。 長い柄で気質から立ち上がるか、あるいは柄がない。胞子形成枝は2差分子を繰り返す枝が、コイル状に巻き、先端は不実の棘で終わる。各分子の基部の細胞は、柄のある胞子形成部を生じ、先端の膨らみの表面に胞子を形成する。胞子は単胞子の小胞子脳であり、その表面には細かな棘がある。 他の菌に寄生するものである。蒸気は本家が建てられた時の定義である。ただしこの後に追加が提案されたスフォンティロスサパラムは、不実の棘を形成しないようなので、修正が求められることとなろう。本家の菌類はいずれも、菌寄生菌と考えられる。口述のように研究史の初期において培養が行えず、研究が進まなかった理由の一つもこれによる。もっとも、 接合菌類には同様に菌規制性の群は他にもあり、それらはほとんどが接合菌を規制の対象として選び、宿主と一緒に培養するに員培養という方法が用いられ、それによって研究が行われた中、本群ではそれもできていなかった。ベニー・エトールはひとまず、それら他の菌規制菌と同じような性質を持つと仮定し、 それらの菌を培養する際の宿主として、標準的に用いられてきた、コケロミケスココロミセスを宿主とすることで培養に成功した。後に、サムノケファリスについては、ハエカビメの菌である、バシジオボルスベシディボラスに寄生することが発見された。その後にスフォンティロッサパラムもこの菌に寄生することが確かめられたが、これはむしろこの菌が、本家に所属すべきものとの判断のもと、 バシジオボルスの生育する機質を狙って探し当てたものであった。本家に所属する金はいずれも発見例がごく少なく、原木載以降に記録がないものも多い。その中でサムノケハリスのタイプ種は来た、アメリカで発見され、後に中国で見つかり、またスフォンティロスサパラムもやはり来た、アメリカで発見され、後に日本で見つかっていることから、 分布域そのものは狭いものではない可能性がある。ベニー・エトールが本家を記載した時にこのトガのものとして認められたのは以下の三族であった。このうち後二社は古くに記載されていたもので、最初の一つは進化の記載と同時に、新族新種として記載されたものである。また、後に次の族も本家に所属するべきものと提案された。以下、各族の特徴を簡単に説明する。 これらの多くが古くに記載されて後、長らく謎とされてきたものである。そのほとんどは、不完全市上金として記載された。これは、今では、接合金の毛かび目の群として普通に認められている、楠玉かびカニンガむもそうであったし、いずれもその奉仕は、分生子としての特徴を見かけ上は示しているために、当然ではあった。最初に記載されたのは、 シグモイデオミケス族のエスディスピロイズであり、サックスターが1891年に記載した。ただし、ここで観察に用いられたのは、野外で発見された胞子形成部のみで、栄養菌死体などの情報は一切ない。この菌はそれ以降長く発見されなかった。同族のものとしては他に2種が1913年と1923年に記載されたが、それらも、 元気祭以降発見されなかった。このためにこの属は存在そのものが疑問視されることもあった。サムノケファリス属も同様な経緯をたどる。タイプ種の T クワードラペンダタはブレイクスリーによって1905年に記載され、やはりその後発見されなくなった。ただしこれは培養家で教授観察がなされたものであり、原記載がより詳細で、また図版も充実していたためか。 存在が疑われることはなかった。同族の別種が1964年に発見されているが、これもそれだけであった。それらの存在と蘇生を明確にしたのが、ベニーエトールで、彼らは上述のように、コケロミケスを縮手とすることで培養に成功し、この二族の新種を発見し、近畿聖金であることを示しつつ基地種についても、まとめ直し、さらに近煙の親族新種として、 レティキュルケファリスを記載し、それらをまとめる分類群として、シグモイデオミケスカを提起した。最後の族、スフォーナセファロムも、上記に族と似た経緯をたどった。この族の種、エス・バート・シラトムは、実は戦術のサックスターで、新種記載されており、ただし不完全菌として、イダ・セファロム・バート・シラトムとされていた。ちなみに同時に後に、クスダ・マカビ族に移された、 大イクアイナレイトムもここで記載されている。普段の種はそれ以降全く発見されず、しかし1974年にストパースがこの属を見直した際に、原記載の記述のみをもとに、この種がこの属に含められないものであると判断し、その上に他に適する属もないということで、親族として独立させた。これが日本で山椒オ類とイモリ類の糞から再発見され、 やはりベシディボラスに寄生するものであることが確認され、本家に属するものであることが分子系統の結果でも裏付けられている。蒸気のような経緯を持っているために、その分類帳の位置などに関する論議は成り立ちがたかった。主として取り上げられたのはサムノケファリスのみであるが、多くの場合、クスダマカビに禁煙なものとの判断があるのみで、それに基づいてクスダマカビとともに、 郊外ケカビカコアナフォレシアクスダマカビカカニンガミラッチなどに位置づけられてきた。しかしベニーエトールでその蘇生が明らかになってきたことで訴状に乗るようになった。ベニーエトールでは彼らはこのトガを独立させる根拠として以下のような点でクスダマカビカと異なっていると指摘した。彼らはそれ以外のケカビ目のトガとも本家を比較して本家の独立性を主張しているが、 本家が、ケカビメにところ属するべきかという点については特に、論議することなく、当然そうであるものであると認めている。しかしその後、それまでケカビメに含めてあった、エダカビカピプトザファリーダッチとヘリコケファルムか、ヘレコザファリーダッチに合わせて、本家を、それまで、鳥持ちカビかゾオッポガアッチとゼンマイカビか、コクロナマタアッチのみが含まれていた鳥持ちカビメ、 ゾウパゲイルズに移すことをベンジャミンが1979年に提案した。この理由の一つは、これらの菌が共に分節方子を形成するもので、特に枝びかのそれは分節方子脳であることが明らかであったため、これらいずれもが分節方子脳を形成する点で共通するというものであった。これに対して、西川はもともと鳥持ちカビに属していたにかのそれは、 分節法指導ではなく分生子である点を指摘して疑問を呈している。しかしながら、この変更の理由にはこれらの菌が絶対、寄生菌であり、また寄生に際しては、宿主内部に吸気を挿入する形をとることなども考慮されている。これ以外のケカビメ菌類にも寄生性のものはあるが、それらは条件的寄生菌で、不正的に生育することも可能であり、 また規制に際しては接触面を作り、あるいはそこにゴールを形成することはあっても球気は形成しない。そのためこの変更は後の多くの研究者が指示した。現在はこのような問題は分子系統によって検討されるのではあるが、貴重で培養困難なものが多いなど問題が多く、この軍ではなかなか進んでいない。それでも本軍が 鳥持ちカビ目の他軍と共にタ系統をなすらしいことは一応示されており少なくともサムノケファリスはそのタ系統群軍に所属しその中でもハリサシカビ属シンセファリスと一つのクレードを作るとの結果が出ている以下ベニエトール p 百二十から621歳4スヤ川川 須山、出川、ベニーエトール、P633 ベニーエトール、P628 から629スタルパース、P400 ベニーエトール、P622 下、主として、ベニーエトール以下、サックスター、P22 から23ブレイクスリーハットストパース、須山、出川、ベニーエトール、P616 ベニーエトール、P639 以下、西川、 P56 でエビスへ通る。ありがとうございます。